章です。今回新たに乗馬用品を揃えて気合が入っているそうです。慶応の勝利に貢献できるよう頑張りますということです。乗ります馬、当時は先ほど五十嵐選手が乗りまして減点8、タイム55秒17というタイムで帰ってきております。